はい、こんにちは、マスルの北川です。今日ですね、めちゃめちゃすごいカニを入手しました。はい、こちらなんですが、まあ、一見ですね、見た目は普通のズワイガニ、はい、でこう、まあ、タグがついてるんで、今日朝市場で買ってきた福井県産の越前ガニになるんですけれども、実はこのカニですね、もうめったに一般流通しない、まあ幻のカニなんですね。で、僕もこの越前ガニの中でもこのカニが実は大好きで、まあ、なかなか取れる量も少ないので、僕も食べれるのはめったにないんですが、今日はちょっとこのカニを入手したので、実際ちょっと捌きながらですね、食べていこうと思ってます。はい、で何がですね、幻かと言いますと、ダダダダダンなんと甲羅が2つあります。はい、実はこのカニですね、脱皮する直前に、まあ、水揚げされた、二重ガニって言います。はい、こう殻がですね、こう2枚ついてるんで、まあ、こう2枚皮みたいなカニということで、まあ、二重ガニっていうふうにこちらの方では言ってるんですけど、まあ、脱皮する直前で栄養をですね、めちゃめちゃ蓄えてるんですよ。なんでこのカニ味噌がですね、非常に濃厚でめちゃめちゃたっぷり入ってます。はい、でこのカニ身はですね、ちょっとこう柔らかい感じにはなってしまうんですけど、このカニ味噌が非常に美味しいので、実際今日はですね、これをさばいて食べてみようと思ってます。はい、ではいただきます。ということで、まあ、まずこうさばきはですね、まあ一緒の感じでいきますね。もうパカッと割っちゃいますけど、まあ、殻が柔らかすぎて割れないですねはい、ちょっとですね、こう手で押さえて、お、カニ味噌が飛び出してきた。こういう感じで実際ですね、この甲羅を割ってみるとすごいことになってます。こんな感じ、カニ味噌がもう溢れ出してますね。こちらが幻の二重ガニの特徴なんですけれども、まあ、本当にこう一般流通はほぼほぼしないんで、もう本当にこう通の方、もう知る人ぞ知るという感じで、全然知られてないカニですね。こんな感じで、もう殻がちょっと柔らかい状態なんで、はい、すごいな、はい、こんな感じでカニ味噌がものすごいことになってます。味噌がすごいことになってますね。カニ味噌の大洪水発生してます。よし、ではですね、こちらの肩肉の方にもたっぷりカニ身が、カニ味噌ですね、カニ味噌が入ってるんで、これもちゃんと甲羅の方に落としていきます。いや、すごいな、これめちゃめちゃ美味しそう。はい、で僕はですね、この足の肉、この棒肉の部分もさば、いてですね、はい、これズボッと抜けましたけど、このカニ身もですね、これちょっとまだ皮がついちゃってるんですよ。はい、この殻からはですね、綺麗にズボッと抜けたように見えるんですけど、実はこいつに皮がついちゃってます。こんな感じですね、ペラッと。はい、これが二重ガニって言います。
こんな感じですね。はい、今日ちょっと自分が食べるだけなんで手でほぐさせていただきますけど、このカニ身をですね、このカニ味噌に入れて、はい、これが、皮です。はい、2枚皮になってます。よし、ではこのカニ身とこのカニ味噌をあえていただくのが最高なんですよね。こんな感じで、ではいただきます。うん、あ、やばこれ。めちゃめちゃうまい。うん、まあ、カニ味噌もたっぷり入ってるんですけど、味がですね、普通の越前産のカニよりもさらにこう濃厚な気がしますね。こうすごいなんかクリーミーな感じ で、うん、でこのカニ味噌の量が尋常じゃないんですよね。これ普通のカニ2匹から3杯分ぐらい入ってるんじゃないかっていうぐらい、カニ味噌が食べてもなくならないぐらいの量してますね。これめちゃめちゃ幸せだな。で、まあ、本当ですね、このカニも、お届けできるといいんですけど、本当にこれ市場にですね、出回らないです。はい、まあ、本当にですね、気になった方は個人的に連絡をいただければと思います。はい、仲買の特権です。すいません。個人的に社長で SNS やってます。ググってください。いや、すいません、インスタで、個人のインスタなんかもありますし、はい、まあ会社の方に、直接 DM いただいても対応させていただきますんで、いただきます。うん、あ、すごいこれ。うん、めちゃめちゃ幸せですね。いや、これすごいな。カニ味噌が本当になくならないんですよ。まだ食べてもこんなにたっぷりありますんで、うん、あ、うまっ。世界で一番うまいなこれ。はい、ということで、今日はですね、この越前産の幻のカニですね、この二重ガニというですね、カニを、まあ、紹介させていただきました。はい、まあ、この子もですね、おでこが、割れちゃってますけれども、この下に皮がある、はい、これが、越前産の二重ガニっていうカニになります。はい、まあ、もしですね、福井とか、越前の方に旅行来た際は、一度ですね、まあ、旅館とか市場とかでも、そんなカニないのということで聞いてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日もありがとうございました。